フランシスコ・リリアーノ・カシー・ヤスは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のトロントブルージェイズ参加所属。相性はリリ。2000年9月9日にサンフランシスコ・ジャイアンツと契約して、プロ入り。ミネソタツインズ時代2003年11月14日に、AJ ピアジンスキーとのトレードで、ジョーネーん。 ブーフ・ボンサーと共にミネソタツインズへ移籍。この年、肩の故障で5試合にしか登板できなかったが、スカウトがリスクを負う価値はあると強く進めての獲得だった。2004年11月17日にツインズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2005年には USA トゥデーミが選ぶマイナーリーグ最優秀選手に選出された。 メジャーでもトップクラスと評された高速スライダーを投げ、ヨハン・サンタナに続いて、メジャーを代表する左腕になると言われた。9月2日にメジャーへ昇格し、9月5日のテキサス・レンジャーズ戦でメジャーデビュー。同年23.2回を投げ、33三振を記録。2006年開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に、 選出された。シーズンでは開幕当初はセットアップマンだったが、高等と先発投手陣の不審で5月19日からカイルローシュに代わり先発ローテーションに定着。新人離れした圧倒的な投球を披露し、6月22日のヒューストンアストロズ戦では復帰後初登板であるロジャー・クレメンスにも投げ勝った。それと気を一にして低迷していたチームも快進撃を開始。 7月8日に10勝に到達し、その時点で防御率はホイップ、脱三振率はリーグ1位だった。オールスターには選出されず、ロンガーデンハイヤー監督は彼の投球を見せないのは国家の損失、いや世界の損失だと嘆かせたが、開催2日前にホセコントレラスの故障で急遽代替選手として選出。 本人はドミニカ共和国に一時帰郷していたため前日にその知らせを受け取り開演のわずか4時間前に現地ピッツバーグに到着したしかし前年メジャー昇格を果たしマイナーには絶対に戻るものかと誓い故障者リスト入りする前から長い間肘の痛みを隠してプレーしていたが左肘の炎症が悪化し8月8日に故障者リスト入り 9月13日のオークランドアスレチックス戦で一旦復帰したが、わずか28球で再び左肘の炎症が再発して故障者リスト入りし、MRI 検査を含めた精密検査を受けた。新人王投票では第3位となったが、オフにトミー・ジョン手術を受け、2007年はリハビリのため全休。2008年4月13日に2年ぶりに、 メジャー復帰を果たしたが、参戦全敗で防御率は11.32。4月25日にマイナーへ降格した。マイナーでの再調整を経て、8月1日にリバンヘルナンデスをリーフとし、リリアーノをメジャー昇格。8月3日のクリーブランドインディアンス戦で2006年7月23日以来の勝利を記録し、この勝利から6連勝を記録。 復帰後の成績は6勝1敗、防御率2.74、60奪三振を記録した。2009年は、自身初めて開幕投手を務めたが、敗戦投手となり、その後の投球内容も振るわず、シーズン終盤には、中継ぎに降格、5勝13敗で、防御率5.80に終わった。二千十年は、抑えの姉さんが、開幕前に、トミー・ジョン手術を受け、全球。 一時は、姉さんの代替をさえに打診されたが、先発ローテション入り。前半戦は6勝7敗だったが、オールスター明けから8連勝し、14勝10敗、防御率3.62、自己最多の201奪三振の好成績で、アメリカンリーグのカムバック賞に表彰された。2011年は、開幕から不安定な投球が続いたが、5月3日に、 敵地 US セルラーフィールドで行われたシカゴホワイトソックス戦で史上270人目となるノーヒットノーランを達成。投球内容は、打者30人に123球を投げて2三振、6四球と荒れていたが、3平殺に打ち取り、味方の攻守に助けられての快挙となった。なお、リリアーの自身はメジャー95試合目の先発で初完投、初完プルとなった。 ツインズでの達成者は1999年9月11日のアナハイムエンゼルス戦で達成したエリック・ミルトン以来となった。2012年も開幕から不安定な投球が続き、チームも2年連続で最下位に沈んだ。シカゴ・ホワイトソックス時代2012年7月28日にエドアルド・エスコバー、ペドロ・ヘルナンデスとのトレードでホワイトソックスへ移籍した。 一績後は12試合に登板し、3勝2敗、防御率5.40だった。オフの10月29日に FA となった。2012年12月21日にピッツバーグパイレーツと総額1400万ドルの2年契約を結んだ。2013年は前年の契約後に右腕を故障したため、2月8日に2年契約を破棄され、 100万ドル出来高1275万ドルの1年契約を結んだ。3月31日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、5月11日に復帰した。復帰後は26試合に登板し、16勝8敗、防御率3.02と好成績を残した。シンシナティレッツとのワイルドカードゲームでは、先発登板し、7回1失点の高騰で、 勝利投手となった。オフの11月14日には、プレイヤーズ・チョイス・アワーズのカムバック賞を受賞した。この年は、開幕から90日間故障者リスト入りしたが、復帰後は、アクティブロースターに1 0 0試合以上登録されたため、2014年600万ドルの球団オプションが自動更新された。2014年も先発ローテーションの一角として、 開幕を迎えたが、開幕後は14試合で1勝6敗と勝ち星をなかなか上げられず、6月11日に左外副車筋の故障で15日間の故障者リスト入りした。7月13日に復帰。この年はエディンソン・ボルケスに次ぐ29試合に登板し、7勝10敗、防御率3.38だった。10月1日に行われた、 サンフランシスコジャイアンツとのワイルドカードゲームでは、AS のボルケスが先発することになり、アクティブロースターから外れ、ポストシーズンでの登板はなかった。オフの10月30日に FA となった。その後パイレーツから1530万ドルのクオリファイングオファーを提示されたが、11月10日に拒否した。12月12日にパイレーツと総額3900万ドルの3年契約で、 再契約した。2015年はフルシーズン先発ローテーションを守って31試合に先発登板した。自身初となる2年連続での規定投球回に達し、防御率3.3812勝7敗205、脱三振、ホイップ1.21という好成績をマーク。脱三振はチームのエースのゲリットコールを上回るナショナルリーグ8位体の数字で、 コールと共にパイレーツの投手陣を支えた。10月7日のシカゴカブストのワイルドカードゲームではコールが先発してチームが敗れたためポストシーズンでの登板はなかった。2016年4月3日3年連続4回目の開幕投手を務め6回無失点の高等と自身の1打点などの活躍により開幕戦で初めて勝利投手となった。 7月26日のシアトルマリナーズ戦では2015年に続いてキャリア2本目となるホームランを放った。一方、本業のピッチングでは冴えず21試合113.2イニングに先発で投げ、防御率5.466勝11敗と大きく負け越したほか、69支給を与えて、予支給率も5.5と高かった。 2017年7月24日2016年8月1日にドリュー・ハッチソンとのトレードでリース・マクガイア、ハロルド・ラミレスと共にトロント・ブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズ加入後は先発で8試合、リリーフで2試合に登板した。復調し、勝ち運には恵まれずに2勝2敗だったが、防御率2.92ホイップ1.18、脱三振率9.5という安定した数値を マークした。パイレーツとの合算では31試合に登板し、規定投球回以上に相当する163.0イニングに投げた。成績は防御率4.698勝13敗85、死球168脱三振、脱三振率9.3というもので、健在だった三振脱死能力の面では5年連続で9.0以上の脱三振率を記録した。 2017年6月25日のカンザスシティロイヤルズ戦で通算100勝を記録したが、18試合で6勝5敗、防御率5.88と振るわず、7月30日のロサンゼルス・エンゼルス戦がブルージェイズでの最後の登板となった。2017年7月31日にテオスカー、ヘルナンデス、青木のリチカとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。 一席後は20試合にリリーフ登板したが0勝2敗、防御率4.40と今一つの成績であった。オフの11月2日に FA となった。2018年2月23日にデトロイトタイガースと1年400万ドルで契約を結んだ。同年は27試合に投げたが5勝12敗、防御率4.58ホイップ1.50という成績に終わった。 2019年2月4日にパイレーツとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった3月23日にパイレーツとメジャー契約を結ぶことが報じられた2020年1月22日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった7月18日に自由契約となった シーズン開幕後の8月2日に、新型コロナウイルス感染を避けるためシーズン不参加の意思を表明した。その後、2021年2月3日に、フルスのブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。